なんとこの時点で 13,800 点のラスメ、予選堂々トップ通過なんですが、今決勝進出はピンチ。今ルミと魚谷とあと秋もそうなんですかね、すごい大変な状況だったんですね。大変な状況ですね、はい、はい、この親番で得点を叩くことができるか。まず魚谷は3位に上がらないとちょっと話が始まらない感じではありますが、ただ3位まではすぐそばですね。2100点差なんで、一上がりで枠2を捕まえることはできますと同時に3位になった瞬間に、秋はまくれますね、はい、秋ルミのポジションも近いのでね、ここら辺がすごい争いになってきましたね。まあ、ですから魚谷はここで一回上がるだけでまたちょっとこう復活してきますよね、うん。まあ、実際いい割といい形ですが、はい、秋との勝負になりそうなんですよね。あとそうですね、いいところが入った、ウーマンです。もし魚谷がこの親を落としたと仮定した場合、はい、自分で得点を積み重ねて順位を上げる方法も一つあるんですが、はい、秋がトップをまくっちゃえば鈴崎がなるほどポイントプラスが一気に減るんで、うん、それで魚谷が再浮上するっていう可能性もあるんですよね。そうですね、要はその下からの逆転劇が起きなければそうなんです、貯金がものを言うと。これ枠2あたりはここは満貫以上上がってオーラス最後の勝負ってそんな感じですか。そうですね、秋をかわさないとちょっとね辛いところですから、はい、そうすると魚谷をラスに沈めたまま秋をかわすと、うん、やっぱりここでそうですね、まあ1000、2000ぐらいにはしときたいですよね、うん、そうするとオーラス1、3、2、6届くので。あ、なるほど、はい、まあ、2段構えですけどね。ほうほうほう、さあこれはどうするか、どうするか。3万スチーマンリャンウーマンの3個もあるけど、あれこねえ、ローマン切って3個とイーペイコの可能性を取る手もある。手広さなら3万か。ピンズの上の方には手をつけませんか。唯一のね、まあ安心感。ただ6球ピン薄いんですね。9ピンが場に3枚だから手、確かにその手もあります。そうするとリャンウーマン引きで単品イペ、あ、単ヤオイペコの形がある。さあここはもう考えて考えてどうしても間違えたくないこの難問、正解までたどり着きたい。まあこれが一番一番無難です。そうですか、最悪は避けられそうですこれだと。やっぱローマン切るとねホームランか三振かみたいになっちゃうんで、枠2はソーズだ、ドラだ。まあピンフィッツを作りながらじゃないですかね。そうですか。ああ、面前本一とかはもうないんですね。どうでしょうね。いや、なくはないと思いますけど、ちょっといや、さすがに遅いですよね。そうですか。少なくとも5枚以上取っ換えないといけないですからね。なるほど。あそこからですと。鈴崎の形もなんかまとまってきましたね。はい。秋対魚谷かなと思ってたんですけど、鈴崎がここで軽く上がって親を落とすようなことがあると決勝進出が見えてきます。ヤンピンは残しません。3
3層つもぎり。秋はテンパったらどうするんですかね。ラーメンでもね、役なしラーメンでも闇天しそうなイメージなんですけどね。役なしでも、あ、そうですか。どういや、どうですかねと。あ、イシャンテンから怖いのは、まあでも自分が守ってても阿久津が来る可能性はありますからね。そうですね、決着をつけに行くリーチはもちろんあるんですけど、6球満なん、1数満6球満、そんなにね、いい街に見えるほどでもないので、二差しがある。さあ、大谷早くテンポ入れないと。ああ、ちょっとじれったいね。6球ピン、ヤウマンスチーマン、幅広いイーシャンテン、ワクスはハクです。そして鈴崎、来ました、イーシャンテン。初がだって生きてますよね。ねえ、流派ポンテンの構え、はい、これちょっともう一回ちょっとパーピン切る手もありますよね。9ピンが薄いんで、6球ピンが薄いんで、まあでもその6球ピンの受けも残すのか。数万切り、1万がね、なくなっちゃいますけどね。さあ、これさあ来た、役なし、いったリーチ打った。ただ数万はそんなにここ多くはない、ただ E マンが2枚生きてるんですか。 E マンが1枚か。あ、さあ、そしてウーマンが来た。どうするんだ。大谷は6球ピンか、シャンポン、それともシャンポンか。シャンポンですね。3ピンチーピン、3ピンチーピン、チーピンが2枚とも生きてる、さあ勝負だ。うーわー、寒いドラのチーソーチーピン2枚生き、3ピンはないんですね。だからイーマン1枚対チーピンの勝負。鈴崎としてはイーマン持ってきたら打ってもいいぐらいですけどね。ただ2番手の秋にリーチ打てないか。だってね、値段わからないでしょ。そうなんですね、大谷は復活されたくないんですけど、イーマン、これはどうだ、打てない、はい、これでイーマンなくなって秋空転。そうすると3ピンチーピン強いか、大谷。すごい満足引きですね、これね。4万5万ってどうする、感するかどうかですね。積もを増やして自らの上がりにかけるか。1ピンは確実に通るパイなんですよ。2ピン4枚見えてるんで、積もって、リーチ者が積もって兆候ってすごいシーンですよ ねこれぐらいしかありえない。そうですよね、あんまりない、はい、どうしたらいいんだろう。そしてどうやら暗感だ。もうね、あれ入れちゃった時点でもう感確定ですけどね、はい、うわ、信じられない。浦さん、1万2000、失礼します。なんてことでしょう。ちょっと待ってください、梶本プロ。すごいですね、これはね。暗冠っていうのはこんなにおっかないもんなんですか。まあそういうこともね、そういうことも、まあ、ちょっとありますけど、